アルファディットはフリーウェアのウェブサイトエディター。姉妹版として機能が追加されたアルファディットもある。アルファディットはワープロ感覚で簡単にウェブページを作成できるウィジーウィック編集タイプのウェブページエディター。ウィジーウィック編集、HTML ソース編集、ブラウザプレビューの3画面を画面上のボタンで簡単に切り替えながらページの編集作業を進めることができる。また、 初心者でもウィザード形式で簡単にフレームページを作成することができる。起動と同時にウィザードも出すことができ、初心者に優しい構造になっている。HTML のドキュメント作成機能だけではなく、簡易的な FTP クライアントソフトも付属されているので、ウェブページの作成からアップロードまでを一括して行うことができる。初心者向けソフトではあるが、操作感が良く、 より凝った上級者にも十分対応できる。開発が2006年付けで停止しており使用される IE コンポーネントがインターネットエクスプローラー6までしか想定されていないので以降のバージョンではウィジーウィック編集機能が正常に動作しない場合がある。サポート外の Windows XP 以降の OS で起動時にエラーが起きるのはセキュリティの懸念により DHTML エディティングコントロールが搭載されなくなったのが理由であり、これをインストールすることでエラーなく起動させることができる。ありがとうございます。